おはようございます。もしもです。今回はですね、フラッグシステム、まあ、タヌキループとかね、フラッグシステムとか、まあ、いろいろ言われてるんですけど、まあ、これを使って、まあ、異形の存在周回していこうかなと思います。まあ、前回ね、サビト&マコモで、まあ、異形周回するみたいな動画をね、出したんですけど、まあ、今回はね、そのフラッグバージョンですね。まあ、どっちが強いかって言われるとぶっちゃけわかんないですね。まあ、それぞれいいところと悪いところがね、あるんで、まあ、今回はフラッグ使っていこうかなと思います。でね、まあ、リーダーはこいつですね。今来てるストリートファイターコラボの闇竜ですね。継承はララギくんですね。で、まあ、フラッグでこのね、進化前を入れてる人がね、結構いると思うんですよ。あの、進化後3体と進化前1体でね、入れてる人が結構いると思うんですけど、個人的にはね、進化前あんまおすすめできないですね。まあ、こいつね、L 字持ってるから多分採用されてるんですけど、まあ、武器でね、L 字なんてつけてしまえばいいものなんで、まあ、わざわざこいつを入れる理由は特にないのかなと思いますね。なんで、まあ、今回は進化後4体でループさせていこうかなと思います。まあ、アシストは基本的に自由なんですけど、まあ、そうですね、あの、この闇の竜のリダフレに、まあ、片方に覚醒無効回復で、もう片方にダメージ吸収をね、2ターン以上できる、まあ、武器とかね、まあ、キャラ何でもいいんですけど、まあ、適当につけてあげればいいかなと思います。はい。んで、まあ、あとはそうですね、追い打ちの武器を、まあ、適当に、ね、なんかつけてあげればいいと思います。まあ、おすすめはフラクの武器ですね。まあ、これが結構おすすめな追い打ち武器ではあるんですけど、まあ、特に追い打ち武器なら何でもいいと思いますね。はい。アシストも結構ね、もう自由です。もうリーダフレの、もう竜の覚醒無効回復と、あとダメージ吸収、もうここさえね、ちゃんと片方ずつアシストでつけてあげれば、まあ、他のね、あのところは暗闇なり、まあ、毒なりね、お邪魔なり、まあ、ほんと適当でいいですね。まあ、バッチも本当に何でもいいです。まあ、もしね、耐性を補いたかったら、まあ、50% の耐性つけてもいいし、まあ、指でも、まあ、いいし、まあ、回復でも、まあ、HP でもね、攻撃でもいいかなと思います。まあ、今回自分は攻撃バッチにしてきました。ちょっとね、攻撃力を伸ばしたいかなと思ったんでね。はい。というわけで今回異形やっていきたいと思います。はい、挑戦する。あのね、さっきね、間違いちょっと裏異形言っちゃって、ちょっとね、ビビったんですけど、異形っすね。はい。すいません、裏異形はね、ちょっと対応してないんで、そこはね、申し訳ないですね。まあ、裏異形に行くんだったら、まあ、サビト&マコモの方がね、多分いいと思います。うん。そっちの方がたくさんね、裏異形の動画も出てるし、多分そっちの方がクリアしやすいんじゃないかなと、なんとなく思ってます。まあ、これもね、結構改良を重ねればいいと思うんですけど、今回はね、異形用のパーティーなんで。よいしょ。あれ、ここもね、ただずらしていくだけですね。まあ、特に真ん中に闇を貯める必要も特にないかなと思います。ほんとずっとね、ずらしていくだけなんで、早送りしようかなと思います。
というわけでね、クリアできました。まあ途中ね、ゼウスバースのところで結構ぐだっちゃったりしたんですけど、まああれはね、ちょっとね、ほんと申し訳ないですね。ただ無効貫通プラス、まあ何コンボかすればね、いいだけなんですけど、まあ自分はね、超覚醒をちょっとね、どっちも 10C にしてたので、まあ10コンボいかないとなかなか火力が出なかったっていう感じなんですけど、まあ超覚醒はね、無効貫通とか7コンボ強化にね、してあげると、まあさらにね、ああいうところ抜きやすくなるんでいいんじゃないかなと思います。まあ自分はちょっと別のパーティーで、使ってたので、まあ、10コンボ強化のままに仕立てたんですけど、まあ、無効貫通とか7コンボ強化の方がいいかもしれないですね。はい、で、まあ、タイムなんですけど、まあね、前半ちょっとね、喋ったり、あと、ちょっとゼウスバースでグダったりしちゃったんで、まあ、ちょっとね、遅いかもしれないですけど、はい、一応7分55秒ですね。まあ、大体30秒から1分ぐらい縮められるとして、まあ、7分前後ぐらいで多分周回できると思います。はい、まあ、結構ね、まあ、おすすめのパーティーっちゃおすすめのパーティーなんですけど、わざわざ、これでね、行くかって言われると微妙ですよね。まあ結構ね、早いタイムで結構クリアも簡単なんで、まあいいとは思うんですけど、まあサビと&マコモ持ってるんだったら、サビと&マコモでも全然いいのでね。まあこのパーティーのいいところはですね、まあ例えばオーディンの吸収に引っかからないところと、こいつね、副属性で火持ってるんで、ハマルが出てきて、まあ闇吸収されたとしても、まあ、副属性のね、まあ、火で火組めばね、抜いてくれるんで、まあそことかはね、結構、まあサビと&マコモと、まあ、前ね、自分が出した富岡義勇とサビと&マコモのパーティーだったら、そこはちょっとね、耐久しなきゃいけなかったんで、まあ、そういう面ではこっちの方がいいかなと、まあ、思うんですが、まあ、これは好みの問題かなと思います。まあ、あとね、もう一つ、まあ、オーズのね、プトティラ。まあ、こいつをリーダーにして、まあ、使ってる人もね、結構いましたね。竜が出る前ですね。まあ、オーズのプトティラよりは、竜の方が安定感があって、強いんじゃないかなと思います。まあ、コンボ加算はね、まあ、3コンボ3コンボで同じなんで、まあ、どっちもね、あんま変わんないんじゃないかみたいな、まあ、感じになるんですけど、まあでもね、ぶっちゃけこっちの方が、まあ、倍率は低いから、まあ、竜でいいんじゃないかなと思います。まあまあ別に、まあ結論ね、サビと&マコモでも、まあ、このね、タヌキシステムでも、まあリーダーがオーズでもね、義勇でも、まあ竜でもね、まあ、結論そんな回る時間は変わらないかなと、まあ、思うんで、まあ好きなね、パーティーを使ってくれればいいかなと思います。大体全部7分前後ぐらいでね、回れると思います。はい、というわけで、ね、ご視聴ありがとうございました。バイチャ、アディオス。